どうもこんにちは、平井弘明です。今回はですね、上級者向けのヘアウェイウッドについて解説していきたいと思います。でヘアウェイウッドでコースでどういった球を打つとかですね、どんなイメージされてますかね。平井弘明のワンナップゴルフ。ヘアウェイウッドでロフト長さ、ヘッドバランスによってできることとできないことっていうのが、はっきりしてくるんですけども、単純に優しいヘアウェイウッドというのはある程度フェースが薄くてヘッドバランスが軽いというのは D1 とか D0 ぐらいですね。でロフトが15度以上、15、16、16.5 とかそんなもんですね。あとは長さが43以内、 42.5 とか 42.75 ぐらいがやっぱり一番優しいです。でシャフトの硬さなんかもやっぱ柔らかい方がいいですよね。 S とか R、SR ぐらいが一番無難かと思います。でキックポイントなんかもその先調子、元調子とか選ばずに中調子、もう一般的なシャフトなんか選んでいただいた方が優しいと思います。やっぱり一番クラブで難しさを感じるというのはヘッドバランスとロフトだと思います。で、次に長さですけども、そのヘッドバランスとロフトが立っている13度14度とかですね、あとはヘッドバランスが D3 とか D4 とかになってくると、もうクラブ自体がめちゃくちゃ難しいなっていうイメージあると思います。なのでできれば吹け上がらない程度にヘッドバランスが一番軽い方がいいと思います。ただ今物がすごい良くなってるんで、バランスが D1 とか D0 ぐらいでもこのビューンと上に吹け上がるってことはほぼないと思います。あまり難しいクラブをヘアウェイウッドで使わない方がいいと思います。あとはですね、いろんな球筋とかもちろん距離とかもそうなんですが、ティーショットメインで使うのかフェアウェイから使うのを考えているのかでもいろいろクラブを選ぶ要素が変わってくると思うんですよね。フェアウェイから使うのはクリークとか5番ウッドとかがメインなんであれば、3番ウッドをティーショットメインとして考えていただいて、ロフトが立ってこう距離を稼ぐように1本作ってもいいと思うんです。ただティーグラウンドをティーアップしてもフェアウェイからでも両方うまく打ちたいなという場合は絶対に優しい方がいいです。クラブのシャフトの重量なんですが、ドライバー何グラム使ってるかにもよりますけども、5、60グラムぐらいが一番優しいと思いますね。男性なんかだとそれぐらいのクラブの重量、シャフトですね、シャフトの重量を使っていただいた方がいいと思います。ちょっとボール打ってみますけども、何も考えないというか普通にストレートボール、今みたいにストレートボールをただ真ん中に打つっていうんであれば、ほぼどんなクラブ使っても当たると思うんですけども、これが例えばコースに行った時にアイアンとかウェッジと一緒でハザードを警戒しなきゃいけない、縦距離を警戒しなきゃいけない、いろいろ考えなきゃいけないことって多いと思うんです。今自分がお使いのクラブがどっちに行きやすいか、それはもう右左上下全部ですよね。球が低い球が出やすいのか高い球が出やすいのか右左あると思うんですけども、そのクラブの癖をまずどこまで知っているかどうかですね。それでコースで攻め方というのが変わってきます。ヘアウェイウッドを打つのにポッとクラブを1本ヘアウェイウッド渡されて、やっぱりすぐ打てないとダメなんですね。それぐらい優しいクラブじゃないとなかなかコースではすんなり当たらないので、練習場ではそのクラブを打つ準備ができます。でもコースだとその準備ができないんです、いきなり本番なので。だからコースでクラブを持って2、3回軽く素振りをしてすぐ打って当たるクラブでないと、優しいとは言えないですね。なのでそういうクラブ選びというのもヘアウェイウッドには重要になってきます。であとはヘアウェイウッドって地面から打つクラブで一番ロフトが、3番ウッドだったら立ってますので、ボールを曲げるという作業がすごくしづらいクラブなんですね。強いて言うんだったらスライスは打てます。スライスは打ちやすいんですけども、ロフトが立ってるので。フックボールというのはすごく打ちづらいんです。ティーアップしてある程度ティーを高くするんであれば打てる可能性、確率は高くなりますけども、それでもやっぱり左に曲がりすぎてしまったり、そのまま右に抜けてしまったりという球が出やすいクラブがヘアウェイウッドになりますので、そういうクラブという認識をしていただくのも大事です。例えば今これ3番ウッド構えてますけども、フックボールを狙って打ってみますね。
多少フックして、ちょっと厚めに当たってますけどもフックしました。今度スライスボールって言います。ちょっとほぼストレートになってしまいましたけども、その左には曲がることなく、ほぼストレートで飛んでいきました。こういうふうに球を練習場でいろいろこういじって打ってみたりとかですね、してみるのもヘアウェイトなんかめちゃくちゃ大事です。例えばあとはボールを右かかとの3個くらい内側、真ん中よりもボール1個内側ぐらいですね、それでフェースターゲット向けて、打ってあげると低い球が打てます。あとは逆に今度高い球、ドライバーと同じぐらいのボールの位置ですね、かかとの2個ボール内側ぐらい、ちょっとさっきとは逆で高いボールが打ちやすくなります。これもアイアンと一緒ですね。やっぱりフィーリングというか感性というのが大事です。ヘアウェイとこうやったらうまく打てる、こういうふうにやったらこういう球が打てるというのをやっぱり見つけたもん勝ちなんですよね。ヘアウェイとはこういうふうに構えてこういうふうに打つというんではなくて、必ず自分の打ちたい打ち方を、こうやったらうまく打てるという打ち方、ボールポジション、姿勢というのを見つけていただいて打っていただいた方がいいと思います。あとはですね、長いミドルのセカンドショットとかですね、ロングホールの2打目、距離を稼ぐという場合なんかは無理にそんなフルスイングする必要ないんです。インパクトだけしっかり迎えていただいて、あまりこうクラブをこうたわませたりとかですね、ためを作ったりとか、こう振り上げたりとかしないでですね、なるべくこうリストを固めに使ってあげて、いやもうアイアンでいうパンチショット気味ですよね。ああいう風に打ってあげると、ラインが出て、距離も出やすい。とりあえずその3打目がうまく優しく打てる場所にレイアップするっていうショットを打ちやすくなります。これは別にアイアンで打っても構わないんですが、ある程度長い距離になってくるとウッドで距離を稼ぎたいっていう場合にすごく有効なショットになります。こういう感覚的なショット、意外とパターとかウェッジだけが感覚的になってしまってたりですね、アイアンとかドライバー、ヘアウェイウッドが形を意識してしまったりって結構多いと思うんですけども、ほぼ全てのショット感覚コースでは重要となってきますので、こういうヘアウェイウッドなんかでもぜひぜひ練習場でも自分の感性を生かしていただいてですね、打っていただいた方がいいと思います。では今回の上級者向けのですねヘアウェイウッド解説させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。